ソフトウェアのアーキテクチャと品質を研究している鷲崎博之です。ソフトウェアシステムを理論やデータに裏付けされた形で効率よくまた効果的に開発運用していく技術、仕組み、体制を研究しています。2つありまして、1つはソフトウェアシステムのアーキテクチャをですね、パターンですとか部品、そしてその品質を組み入れる形で形作っていくということ、もう1つは一方でですね、データ駆動でデータに裏付けされた形で、そして機械学習の適用などによって適応的にですね、改善改定していくということです。これからますますですね、ソフトウェアシステムによって社会の隅々がですね、こう制御されていく、それによって価値がもたらされるという時代になってきます。ですからソフトウェアシステムをいかにですね、効率よくまた効果的にですね、開発して運用していくかということが非常に大事になってきます。ある企業におきましてですね、ソフトウェアシステムの開発運用保守というのは進めていますと。元の開発者がいなくなっているといった理由などでですね、なかなかそれをメンテナンスしていくことも難しいということが今実際いろんな企業で起きていますと。じゃあそれは私たちはある程度理論的な裏付けのあるですね、仕組みなどの適用によって解決したいと。これを成功のモデル化をして、さらには個々の企業によらないですね、一般化された方法論としてまとめ上げると。でこれによってよりこう社会に広くこう貢献していくということが次の大きな課題だと思っています。その自由活発なその風土、環境というものがですね、実際にしっかりとこう根付いていて、かなりこうスピーディーに研究所というものを立ち上げて、そこでですね、関連する研究者が集い、また海外の研究者らもですね、割と自由活発に招聘したり、あるいは こちらから赴いていける、これも今私の一つの大きな柱になっています。その指導する学生についてですね、やっぱり大きくはやっぱり2つのタイプに分かれますと。実直にその範囲について取り組むという学生と、それを超えて自らですね、新しい領域ですとか切り開いていくというタイプの、まずはその前者、実直に推し進めるということを堅実に行って、ただその積み重ねの中でですね、ぜひ大いに失敗しても良いので、やはり学生のうちにですね、その新しい領域、新しい技術、新しい環境というものに大いにチャレンジしてほしいと。オープンであるということ、そういったマインドがあることでですね、積極的に受け入れて、また適応的に進めていくということができます。またそこで新しいアイデアも生まれるということですね。その上でですね、やはり自分自身がこう柱とする、根拠地とするところについて、こう粘り強くこう深掘りをして積み重ねていくということ、それは私自身も心がけてですね、一緒に取り組んで社会に良い成果、良い発信をしていきたいと思います。